こんにちはリリーですさて今回なんですけれどもこちら前回の動画で言っていた通りこのねミニロク手帳に書いているレイリーリフィルの中身そちらをね見ていきたいと思いますよろしければ最後までご覧くださいということでこちらね早速開けていこうと思いますもうね結構ね前回の動画でもお見せしたんですけどもう断面がもうふっくらとしてね この手帳の包容力っていうか、そういったものもね、垣間見えるような厚みになっております。ただ、これね、この手帳って13ミリリングなので、あんまりね、いろいろ挟めないっていうところはあるんですけど、やっぱりね、私がミニロコ手帳をこう、ガンガン使いたいって思ったきっかけが、今日紹介するデイリーリフィルなんですよ。それで、なんかね、デイリーリフィルって、 今まで、なんて言うんだろう、ちゃんと書いたことがなかったっていうか、まあ、書いたことはあったんですけど、なんて言うんやろうね、フォーマットを決めて書くみたいな、そういった経験があんまりなかったので、正直ね、最初は続くかどうかってすごい不安だったんですけど、もうね、これ、書き始めて、まあ、1ヶ月、 立つかたなんですけどなんと今日が7月11日ということでもうね最初に入れた分っていうのが全部今日で終わるというふうになってましてでここまでほぼ毎日書き続けることができました。ということで、まあ、この1ヶ月弱の分を見ていくんですけど1ページずつ全部を 細かく紹介していっていたら時間がいくらあっても足りないので要点を押さえてというかそういうふうにしていきたいと思いますそれではねこちらなんですがあのこのデイリーリフィルってこの手帳になってから使い始めたものではなくてあのリフィルパッドポーチを買った時にこれを買ってやってみたらすごい良かったみたいなところがあったのであの一番古いものっていうか 最初に書いたものっていうのはちょっとリフェルパッドポーチに入ってるんですよ。はい、こちらですね。もうね、これもね、できたらちょっとどうしようかな。もう全体的になんか文具ポーチみたいにした方がいいかなとかってちょっと思ったりもしてるんで、いつになるかわからないんですけど、まあどこかのタイミングでね、ちょっとこれを文具ポーチにするみたいな、そういう動画も撮りたいと思ってます。それでこれね、デイリー。初めて描いたのが、 このページですね。ちょうど日本ダービー。え、これが最初だったんや。うん。なんか、すごい。5月28日ですね。で、ここから考えたら、1ヶ月半ぐらいうん。毎日書き続けてることになるんですけど、あの、一番最初っていうのは、正直ね、どうやって書いたらいいかとか、ちょっとよくわからなかったので、シールもね、1枚だけと控えめですし、 まあ、こことかは普通に、日付、曜日、天気、これは変わってなくて、それでなんか、そう、最初ってなんか、こういうアイコンで何かを示していた気がしますね。あの、ハートが良かったこと、びっくりマークが、あの、なんか、決めることというか、考えないかんなっていうこと、で、星がやったこと、とかだった気がします。もうなんか、 すでにちょっとうろ覚えなところがあるんですけど、それと、そうやね、前までは、ちゃんとここ時間軸で使ってましたね。あの、何時にこういうことがあったみたいな、まあ、大まかなメインの出来事みたいなのを書いてました。そして、ここには、翌朝やることなんて書いてあって、なんか、真面目な使い方ですね。うん、あ、でも、 なんか、こういうのも一つの例として参考になる方いらっしゃると思うので、ご紹介させていただきました。で、あとは、なんか、結構、こっち右側のところチェックボックスをフルに使わずに、なんかこの断捨離した時に、ゴミ袋二袋分捨てれたっていうような、なんか感想を書いたりとか、あとね、晩ご飯、メニューを何にするかっていうのをね、先に決めておいて、 それで晩ご飯の時間を書いたら、後からこうね、線を引っ張ったみたいなのを書いたりとか、で、あとね、この時はまだフリクションスタンプがなかったので、もうボールペンで普通にアイコン書いてるんですけど、このうさぎは娘、熊は息子です。それでなんか、あの、うどんを結構好んで食べてたので、うどんばっかりあげてたんですけど、まあ、 ちょっとそうめんどうかなと思っておそうめんあげたらなんかね上の子はいけたんですけど下の子食べなくてとかねそういうのも書いてますそれでなんかこの辺見てもらったらわかるんですけど結構なんかシールが控えめなんですそれでまあこの時は結構なんやろこの余白とかもあってもいいよみたいなむしろなんかそういう感じでいこうみたいに思ってたので あの余白がめっちゃあります。で、ちょっとこの辺からシールをね貼り始めたんですよね。そのきっかけとなったのが、これね、なんか無印のサインペン。ちょうどね、こちらに刺さってたんですけど、これね、水性サインペンのサビアサギとアンズ色。こちらの色をローソンで買ったんですよ。それで書いてみたら、なんか今までね、黒い色の世界だったのが、 ちょっとこうね、色がついたことで、なんか私の中で、なんか明るい気持ちになったっていうか、素敵って思ったんですよ。それでなんかセリアでね、シール買ったなと思って貼ってみたら、うん、やっぱり可愛いと思って、で、調子に乗って貼ったんですけど、貼る場所がね、ちょっと偏りすぎてて、貼ける場所めっちゃ狭くなったみたいな。まあちょっとそういうね、失敗とかもありました。で、書いてる内容としては、 これね、夕飯のスープの材料を書いたりとか、あと、これね、あの、カラーボックスの収納の、あの、こういうの分かりますかえっと、こういうのが欲しいっていうのを書きました。とかね、いろいろ、そういうのを書いてましたね。それで、この辺からなんですけど、あの、2日に1回デコをしようと思って、っていうのも見開きで、このデコの、 なんか統一感があった方がいいかなって思ってやり始めて、で、こうなりました。ただ、字に関してはこの時まだね、全然黒一色という感じだったので、まあ、この辺からデコ始めたよぐらいですかね。 まあ、そしてこういう感じでね、隙間にシールを貼るだけで、なんでこんなに一気におしゃれになるのかとか、シールいっぱい買うけんどんどん使おうシール大好きみたいな、なんや、もう予定なのか何なのかわからない。ただの感想みたいな、書き始めてます。セリアさんのシールおしゃれすぎるとか、まあ、結構フリーダムになってまいりました。そしてね、このあたりから、これ、スタンプを使い始めたんですけど、こちらです。 このなんかね、泣いてる顔が、これね、ポチットシックスっていうこれスタンプなんですけど、これってね、ご存じない方もしかしたらいらっしゃるかもなので、ちょっとお見せするんですけど、これね、ここが蓋なんですね。で、パカって、結構ちょっと硬い。パカってします。すると、なんか6階建てマンションみたいな感じでこう並んでるんですよ。そしたら、こうあって、じゃあ例えば私は、 あの、にっこりしてるよって思ったら、このにっこりを、なんか押したいなって思うとこに当てて、押すんです。ポチッと。すると、魔法のようにスタンプが押せる。そのようになっております。それでこちらね、ペンケースにも入るようなスリムな形状。さらに、6つのスタンプが1つにまとまっているというところですごくね、気に入っています。それからこちらは、 カラー2からイルミリーのスタンプなんですけど桜の柄でこちら文具女子博に行った時にノベルティーでもらいましたそれでこちらはねこのように色が2色になっていると思うんですけどちょっとね押してからやっちゃうと時間かかるんでもう押してあるものを見ていただくんですがこれね最初に押すとこのように紺色で出てくるんですがしっかり乾かしてからこのラバーでこすると ご覧ののよううににピンクになるというものですそれでこの日にね初めてこちらを使ってねこのデイリーを書いてみたらなんかねちょっとスタンプを押しただけなのにパッとページが明るくなった感じがしてあめっちゃいいなって思ったんですよそれでねこれねポチッとスも使いやすい他の種類も調べてみようって言って調べた結果待てよとフリクションスタンプも可愛いぞってなったんですよ でないろいろねサンリオのパチロクも可愛いけどとか悩んではいたんですけどこちらですねフリクション結局ねフリクションのスタンプをいっぱい買いましたでこれはねこの後出てくるんですけど結構ねカラフルなページにできているのでお楽しみにお待ちくださいそしてこういう感じでねなんかシールを貼ったりスタンプを押したりしながらデイリーが進んでいきます で、これね、もう露骨にこのキラキラのシールにハマってた時期ですね。で、結構なんか自分の中でのシールの流行りしたりみたいなものもね、垣間見えて面白いかなと思います。で、まあね、書いてることはね、そんなにさっき説明したものとは変わっていないかなと思うんですけど、結構なんか普段のこうやることとか予定だけでなくて、こういうね、なんか憧れの手帳について書いたりとか、 なんかね、競馬で横山兄弟がいるんですよ。なんかね、重賞っていうね、レースが、あのなんか、ま、あ強い馬が出るレースがあるんですけど、なんか、その重賞があったんですよ。別々の土地で。そしたら、なんか横山兄弟がそれぞれの土地の重賞に出てて、で、同日優勝したんですね。で、なんかすごいって思って書きました。まあ、こういうね、なんか趣味のこと書いて、すごい楽しいっていう気持ちになったんですね。それで、なんか、こういうデイリーリフィルって、まあ、やっぱりこういうね、なんかチェックボックスもあったり、 こういう時間軸があったりするので、しっかり予定について書かなきゃいけないのかな、みたいなふうに思いがちなんですけど、でも私の場合は結構なんか、まあ専業主婦っていうこともあって、予定という予定がそんなにないかな、みたいな。まあ、いつも通りかな、みたいな時も結構あるので、こういうふうにね、趣味のことを書いたりするスペースを設けることによって、楽しくね、1ページ埋めることができました。 まあそして6月12日ということでこれが最後でしたねそしてここからはリフェルパッドポーチから普通のみに6に移そうって言ってそれで移したのがね6月13日だったようですでねこの動画で、ね、10分ぐらいで終わる予定だったんですけどまだこっから本番みたいなところあるんでねもう長い動画にしましょうということでやっていきますさあさてここからですよ ついにやってまいりましたフリクションスタンプそうフリクションスタンプを使い始めました私が今メインで使ってるのはこの5つですこちら簡単に説明すると、墨は墨です終わったってやつそしてハートは嬉しかったこととか、なんか楽しかったこととか、あ、これはいい発見だったなっていうこと。こういうことですね。 M6 のサイズ感いいなとか、アデリアレトロのボールペンめっちゃ描きやすいとかね、そういうのを描いてたり、あとは、ここに出てくるものだと子供たちのスタンプ、娘がウサギ、そして息子は犬です。色もちょうどね、いい感じに分かれているので分かりやすくてね、本当に見やすいです。そしてこちらね、この星に関しては、こうなんて言うんだろう、まあ、気になったこと 後からこう調べようと思ったこととか、このその日にやった中で重要だったこととか、そういうことに押してます。ということでこちらのページをご覧いただきますと、もうね、カラフルなんですよ。もうね、この日はなんかフリクションスタンプを使ったことによって、すごいカラフルだと思って、もうね、このデコ自体もカラフルにしてみました。で、ちょうど多分ね、 前の日とかに他の人の動画を見てなんかすごいカラフルなページを作ってらっしゃったんですね、その方が。まあそれでなんか色を統一するのもいいけどカラフルな色で攻めてみてもいいかなと思ってチャレンジしてみたというのがこちらです。まあでもね意外となんかこうスイーツ系でまとめてたりとかするのでまあそこまでごちゃごちゃはしてないかなと個人的には思ってます。あ、あとそうそう。 この日ね、あの、2歳児のおむつが2回爆発して、やる気をなくしたっていう話を書いてるんですけど、結構、なんか、手帳にネガティブなことを書くかどうかみたいな議論、議論じゃないけど、結構あるじゃないですか。それで私は、昔は書いてたんですよ。ただ、なんだろう、普段見る手帳ではなくて、もう別のノートなんかこういうデイリーで 書いていてくみたいな手帳とは別にこうノートを持っていてその時の気持ちを書いていっていた時期もあったんですね。で確かにそれはそれでなんかすごいスッキリはしたんですけどなんかね私ねこのノートに書こうとするとなんか言いこぶってしまってなんか心の中では例えばもうめちゃくちゃこうにーくり返るようなもうほんまムカつくと思っとってもなんか すごく嫌だったみたいな。なんか、なんでそんないいこぶってしまうかわからんのやけど、なんか書き方がマイルドになんかどうしてもなっちゃってたんですよ。まあでも、それでもスッキリはするんですけど、どうしてそういうマイルドな書き方になってしまうのかなって考えた時に、まあ別のノートとはいえ、こうノートに書いてしまうと、例えばあの新しいページ開こうとした時にパラパラってするじゃないですか。 そしたら見えるじゃないですか、前の愚痴が。そしたら、なんか、後から見たら嫌な気分になったりしないかな、みたいに思っちゃって。まあ、それでね、万が一見えてもいけるようにっていうので、マイルドになってたんじゃないかと私は思うんですけど、まあでも、ちょっと、なんか、 それどころじゃないっていう時があったんですね。で、なんかもう、それどころじゃないぞと思って、どうしようって思って、でも、ツイッターとかね、書いたら絶対みんな嫌やと思うし、私も嫌やし、ほなけん、なんかどうしようと思った時に、なんかね、あの、スマホのアプリで、なんかね、ちょっと後でここに出しとくんですけど、こういうアプリがあって、こちらはね、日記のアプリなんですけど、あの、自分の気持ちをまず選ぶんですよ、例えば。 怒りとか悲とかかしみ不安でもちろん嬉しいとかなんか楽しみみたいなそういうポジティブなものもあるんですけど私基本的にそのねアプリに書くのはなんか「怒り」とか「なんでやねん」みたいなことを書くことが多いんですそっち系ばっかなんですけどでなんか色を選んでであのどうしてそういう感情になったかっていうのを書くんですね。 なんかこうこうでこれが嫌でみたいな理不尽だと思ったクソみたいななんかほんまにめっちゃ口悪いんですよそのアプリではでなんかその後にどうしたらその気持ちをなんか和らげることができますかみたいなことを書かされるんですねでなんかあのそれが紙だったら多分無理やりね気持ちを抑えてなんかあのストレス発散を 心がけるとか、なんか、まともな、それっぽいことを絶対書くと思うんですよ。でも、私はもうそれどころじゃないので、なんかそんなもん知らんとか <laughs>、なんか、もうそんな方法はないとか、なんか <laughs>、めっちゃ書くんですよ。もうお見せできないのがちょっと残念なんですけど。なので、なんか、そういうアプリあるよっていうことだけ言っときますね。で、あの、ここに書くのは、 あの、笑える程度の愚痴ですね。これも、おむつが爆発って、みたいな後から見ても、まあ大変だったな、ぐらいで終わらせれるかなと思うので、書いてたりはします。まあでも、がっつりは、本やね、大手帳にはちょっと書かないかなと思います。えっと、ああ、これな、コンタクト変えた日を書いとこうと思って、書いたりとかしてますね。で、これ切ったね。切った貼ったらめっちゃおしゃれやんって思って、 でなんかこれもね1日で2日分のデコをするっていうのが効いてるんですけどこうねそしたらなんかすごい急におしゃれみたいなページになってでねさっきのページと比べると全然雰囲気が違うと思うんですけどこれもね2日に1回デコをするっていうことでこうなんか雰囲気を変えることができているっていうのもあります。 さあ、そして、ちょっとね、あの、子供がこのあたりで体調を崩しまして、ね、熱がとかってめっちゃ書いてて、まあでもまだちょっと余裕があったんですよね。なんか手帳について考える余裕があったんですが、ちょっとやばくなってきて、もうなんか自動車保険の電話せないかんのに、それどころじゃねえみたいな書いてあったりとか、で、もうね、この辺も病院に行ったとか、頑張って書いてはいるんですよ。 ただ、これに関しても無理に書いてるっていうことではなくて、書くことによって、なんだろう、ちょっとこう気持ちを落ち着けているというか、まあ状況を整理している。なんか、こういう感じでしたっていう、体調こうでしたっていうのを書いたりとかしてまして、それでこれはもう現実逃避です。ああ、もうミニロコ欲しいなって言って、いろいろとね、書いてたりもしました。はい。そしてもう、ね。 わかりますね。もう最低限のやることしか書いてなくて、あとは真っ白だったんで、後からシールを貼りました。うん。もうね、子供が風邪ひいた時はダメですよ。で、多分私も体調悪かったんですよね、この時。なのでね、ほんまにね、ねほんまに、穏やかに手帳を書きたい。うん。もうね、ほんまにもう、子供たち、まあだけじゃないですけど、家族、みんなね、元気でいてほしいと思います。 さあ、そして、復活しましたね。うん、よかったよかった。あの、無事、みんな復活したようで、元気になったみたいです。まあ、これもね、切った、新しい切ったなんですけど、あれやな、ロフト購入品で見せたやつ、こういう風に、手帳に貼りました。なんか、手帳の書き方の話、最近してないですね。すいません。エピソードばっかり喋ってしまった。えっと、この辺から見ていただいたらわかるように、もう、時間軸無視ですね。 あの時間軸とは何だった,のか状態ですただこのリフィルのいいところってこれね時間軸無視するとこれ経線が現れるんですよ。ということでこうね3つに区切られた経線のスペースとチェックボックスがあるスペースみたいな1ページが3つに分かれてくれるっていうところでなんかすごいねちょっとずつ書きやすいんですよね。 こういうちょっとの項目、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 日記みたいな。なんかそういう書き方ができるなっていうので、すごい楽しいし、こう見た目的にもなんかまとまった感じにできて、結構ね、このページはお気に入りです。そしてこれですね、こちらもね、結構シールをポポポポって貼って、でね、なんか大きいシールも貼ってみたいな、そういう感じにしているんですけど、 かかろうじてて時間とかを書いますが、うん、その後はもう無視してます。で結構ね見てもらって分かるようにあの書き方っていうのももう絶対こうとかじゃなくてなんか気分によってねこう書き方を変えてるっていうところはあります。あとは普段は結構茶色一色で書くことが多かったんですけどこういうふうに。こういうねちょっと大事なことパパのバースデーとかね そういうのは色違いで書いてます。あ、これね、美味しかったやつ。なんかね、キュウリをやたらもらうんですよ。田舎なので。そしたら、なんか、アゴ出し浅漬けのもっていうのがあって、それでつけたらめっちゃ美味しくて、うん。今もね、してます。美味しいです。あと、なんかキッコーマン、うちのご飯の豚バラナスのスタミナ炒め。これめっちゃ美味しい。あの、ナスめっちゃもらうっていう人、試してみてください。あ、ピクミン4。めっちゃ楽しいです。 製品版もやりたいと思います。そしてこちらですね。まあこちらは下の方にシールをあらかじめ貼っておいて、それで結構描いたっていう感じです。そしてこの日はね、もう薄らいちゃううーちゃん来ましたっていうことで、お色もね、ちょっとうーちゃんカラーで描きました。こういう風にちょっと目立たせたい部分だけ色を変えることで、こうパラパラしてても目に留まりやすくてね、すぐに見つけることができます。 まあ、あとはやっぱりこう、子供の体調について書いたりとか、それからこれできたことを書いたりもしてますね。なんか一日の終わりにこれを書くみたいな時があって、まあ、それでそうなると、まあ、ここにチェックボックスで書くよりかは、今日これできたみたいな書き方をした方がいいかなって思って、それでこういう風に書いてみました。あとはね、これ、ノーリツ手帳をね、ネットで頼んだよっていう、 そういうことを書いていたり、あと、モス美味しかったとかね。まあ、結構なんて言うんだろうね。このデイリーに関しては、もちろんこう、なんかやるべきことを書いていくとか、そういう使い方もするんですけど、自分がときめいたこととか、楽しかったこと、あとなんかその日にあった出来事で、なんか印象に残ったこととか、そういうのをね、書いていくっていうのもすごく楽しいです。 うん、このページも結構お気に入りですね。なんかこう緑っぽい感じでまとめてみました。それでこれちいかわちゃんのスタンプね。なんかね、100均で買ってるんですけど、私ちーちゃん推しなんですけど、ちーちゃんが1個も出なくて、なかなか厳しいですが、ちょっとちーちゃんが出るまで頑張って買いたいと思います。で、まあそういうのをね、スタンプ押したりとかもするし、うん、すごいね、自由に書けるようになってきました。なんか結構今までって、 あの、例えば、日記は日記のページに書くとか、気になることがあったら気になることのページに書くみたいに、なんか一個一個分けていってたんですけど、それがこのデイリーリフィルを導入してからは、もう何やろう、その日に気になったらここに書くみたいな。まあ、それでもし書ききれんかったら別のページに書くとか、そういうふうにするようになりました。そして、こちらにも書いてあるんですけど、ちょっとね、 この7月8日、なんと、私ですね、あの、川ば屋さんの M5 手帳をゲットすることができました。いきなり、いきなりの発表、そうなんです。で、この日ね、全然かけてない理由は、それなんですよ。もう、興奮しすぎて、それどころじゃなくなってしまって、もう、うわーって、 ーでしたなので書けてなくてこれ翌日にね書いたんですけどもうありがとうございますという気持ちであのまさか買えるとは思ってなくて初めてこう川子屋さんのオンラインページで購入っていう機会に立ち会えたっていうのがあってもうどうなるかもわからないしちょっとね、まあ、買えないだろうなっていう期待せずに行こうと思って、まあ、でも13時ぴったりに入って 頑張っっっっててやたたたら買えましたよかったですということでちょっとね次の予告なんですけどあの次ねまだ発送がされていないのでちょっと手帳会議の動画を撮りたいと思いますもしねそちらも気になる方もちろん川コ屋さんの手帳届いたらあの開封もしますので今のうちにチャンネル登録よろしくお願いしますさあそしてこちらはショート動画でデコと記入をしたものなんですけど ね、これも結構可愛くデコできたなと思って満足しております。で、も、まあ、普通に、ああね、もう書き方も定着してきたかなというところで、子供のこと、そしてトゥールーっていうのを書いてます。そしてこれが今日です。あの、ちょっとね、ごめんなさい。これ動画の中で書こうかと思ったんですけど、もう録画時間34分ということで、ちょっとやめとくんですが、実は今日結婚記念日ですわー。 結婚記念日に何をしてるんだって話なんですけど、あの、旦那さんがね、子供たちを連れて出かけてくれたので、今のうちにと思って撮っております。ありがとうございます。もう、でね、ちょっとお仕事でまあ、旦那さんも忙しかったりとかっていうのがあったんで、お祝いは次のお休みにすることにしました。はい、ということで大丈夫です。何が大丈夫なんだろうか。7年経ちまして、8年目に入りました。 8年目か、みたいな、なんか、あんまりね、実感ないですね。でも、うーん、私はね、成長してるんだろうかって思いますね。なんか、そういう年月を感じると、なんか、子供もも生まれて、母親という立場になったものの、まだまだ未熟だなと感じることばっかりです、本当に。もう、いろんな方に助けていただかないと、うん、立ち行かない場面もたくさんありますし、まあ、それでもね、 やっぱり手帳を使うことによって、なんか、これをやるぞっていうね、なんか、そういう to do を忘れないようにとか、やるべきことをやる、買うべきものを忘れない、なんかもう、ほんまにもうすぐ忘れるけん、手帳に頼りながらね、これからもまあ家族のため、そして自分のために頑張っていきたいです。という、いい感じにしまりましたかね。 しまったと思いましょう。それではね、まあ今日はこちらのデイリーリフィルをいっぱい見ていきました。こんなに長い時間最後まで見てくださりありがとうございました。この動画が良かったよって思ったり、次の動画も気になるよって思った人はぜひ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。もうね、声が、声がもうカスッカスになってきたんですけど、もうね、いつも見てるけどチャンネル登録してないっていう人もこの機会にぜひ、 もうお願いします。よしということで今日はこれで終わろうと思います。また次の動画でお会いいたしましょうほんまに最後までありがとうバイバーイ